どうも皆さんこんにちは、源氏でございます。本日は組み込んだ企画なんですが、購入して公開した洋服を一気に皆さんにご紹介したいと思います。はい、というのもですね、僕のチャンネルではこんなアイテム買ってよかったよとか、こんなアイテムはおすすめだよとか、こんなアイテムフォロワーさんが買ったらしいんだけどもかなり良かったみたいっていうところですね、日々ご紹介しているんですが、今回はその逆でございます。購入したんだけどもなかなか着なかったりとか、なんか届いた時にイメージと違ったとか、持ち帰った後着用した後に気づいたデメリットの部分とかがかなり大きかった洋服を今日は皆さんにご紹介していくことによって、できる限り皆さんが今後のお買い物で失敗しないように、後悔しないように、反面教師的な動画を行っていきたいなというふうに思います。というのも今回の企画リクエストの企画でして、以前こちらの動画で1万円以下で購入して良かったアイテムありますかっていう動画アップしたんですね。でインスタグラムではハイブランドの企画も行ったんですが、そこでですねいくつかあったのが、逆に失敗した洋服を知りたいですと、その企画待ってますっていうご意見たくさんいただいたんですね。で僕悩んだんだよね。結構こういったさ企画ってトゲがやっぱあるじゃないですか。ブランドさん側の顔色を考えるとちょっとなーって思うんだけれども、とはいえやっぱりこのチャンネルをね支えてくれてるのはこう皆さんのおかげだし、そのね後悔したな失敗したなっていう意見をしっかりですねこの動画でブランドさん側にも代弁者にはなるんですけども、伝えることによってよりアイテムの向上につながるきっかけにもなると思いますし、とりあえずアップしてみて皆さんのコメント欄見てこの動画が結構好評だったのと感じれば、継続してね毎シーズン行っていきたいというふうに考えておりますので、ぜひですね今回の動画少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録とさらにはコメントのほど何卒よろしくお願いいたします。で今回も同様にですね、インスタグラムのストーリーにて購入して失敗したアイテムなどありますかという質問をいただいて、そこからいくつか抜粋させていただきたいなというふうに考えております。では早速いってみよう。サバタイム。はい、ということで早速ですね、時間が許す限りご紹介していきたいんですが、もうねめちゃくちゃ数多くのご意見いただいたんですよね。なので抜粋するのも大変なんですが、ちょっといろいろと読み上げていきたいと思います。1つ目、ブランド名はないんですがオーバーオール結局1回も着てないということですね。なるほどね、確かに憧れはね抱くんだけれども、とはいえやっぱり着づらさだったりとか着るシーンがねなかなかないしっていうところがあってね、僕は購入はしたことはないんですけども、結構ね理解できるアイテムだなというふうに思います。2つ目、サイズが大きめのアースカラーのブルゾン、店で来た時より大きく感じたと。結構ねお店の鏡ってね、ただでさえスタイルがよく見えるように設置されているところがほとんどではあるので、そこでねなんかこういいなと思って購入したとしても、家帰ってみたらなんかちょっと違ったっていうところがね結構多いみたいですね。あとアースカラーっていう点が、アースカラーでさらにオーバーサイズとなると割とそのカジュアル感が大きいので、すごいオーバーサイズのものを買うのだったらその色は落ち着いていた方が扱いやすいかなというふうに思います。まあ比較的売れているブランドとか、あとは人気なブランドであればあるほど購入者さんが多いじゃないですか。で100人いれば100通りの意見があるし、1000人いれば1000人答えがあるし、でそれがね1万人対1万人の答えがあるわけで、例えばオーバーサイズに対してこれは大きすぎたなって人もいれば、あこれはちょうど良かったって人ももちろんいるわけですよ。次、カンハートをメルカリで買ってサイズが大きかったと。まあ確かにねメルカリとかは難しいよね。なんかこうブランド側さんがこう公式で測ったサイズとかじゃないかもしれないので、そこがねどうしてもこうイメージとの相違がどうしても起きてしまいますよね。ライトオンで購入したアサトレイヨンのオープンカラーシャツ。なるほどね、これもね扱い方難しいですよね。レイヨンとかもなんかこうどこか一回でもね選択しちゃうと結構縮んじゃうところがあるので、そこはねどうしても難しいですよね。ちょっとねこれどうしても職業柄知り合いのブランドさんが出てくるんですよね。これはねちょっと難しいから、中立考えて分かるか分かんないかぐらいの丸で書こうか。僕もなんかその性格上ねこの企画をやってるだけど知り合いには弱いですねそごめんなさい、マジで弱いんですけど、 YouTuber の〇〇さんの〇〇のスウェットネットで買ったら糸のほつれがひどかったというご意見がありました。そうですね、難しいよね。次、レディースのハーフコートサイズフリーサイズ。これねレディースのねアイテムって結構オーバーサイズで中には売られてるものがあって、で、あじゃあメンズの俺でもいけるかなと思って購入したところで結構違うんだよね。肩幅だったりとか、さらには袖丈だったりとか着丈とか身幅とかね結構
構レディースのアイテムを勧めているインフルエンサーさんとか YouTuber さんとかいるけど、僕そのレディースのチャンネルも運営してるからこそ分かるんですけど、全然違うことが結構あって、もちろんねそれがなんだろうな、実際に自分が着用しているなら分かるんだけども、パーカーとかね、ニットとか、あとは、まあね、パーカーもね着丈すごい短かったりするから物によるんだけど、難しいところですよねレディースのアイテムっていうのは。次、 ZOZO タウンでコンバースのボアブルゾンを買ったんですが、色が写真と全然違いました。これもね、まあ、どのように違ったんですかね。なんかこう色がより明るかったのか暗かったのか、どの色が違ったのかちょっとね分かりませんが、ちょっとねこれもぜひね参考にしていただけたらなというふうに思います。カッパの白のパンツ、生地が薄すぎたと。これね結構その白のパンツって、白シャツとかもそうだと思うんですけど、生地がね薄いと透けてしまうんですね。でトップスであればさ、白シャツであろうが白 T シャツであろうが透けるものだというふうに皆さんも感じて購入していると思うんですが、白のパンツって透ける前提のことを視野に入れずに購入してしまうことが多いから、結構ねブランド側はもちろん僕も白のパンツリリースしてるんですけども、まずはその透けないこととかを意識しながら作成するんですが、確かにねこれはちょっと難しい問題ではありますよね、白のパンツ透ける問題。プラス J のベルト、よく考えたら季節感もないし、値下げセールで年明けに1990円で買えそうだったと。確かになんかユニクロもねセールが早いから急いで飛びついて買う必要性があるアイテムもあるし、逆にね在庫がすごく余ってそうなアイテムって2ヶ月ぐらい、いやなんなら1ヶ月待つと。ユニクロ U とかねセールが早いアイテムとかもあるから、いいところ悪いところどちらもあるとは思うんだけども、そういったご意見がある方がいました。コメントくださった方ありがとうございます。そしてぜひ皆さんも参考にしていただけたらなというふうに思います。そして次、ボリュームのないニットやセーター、シュッとしすぎてトレンド感ゼロ。確かにねこれは全ブランド全アイテムに言える話かもしれないね。次、〇〇のトレンチを買ったらオーバーサイズすぎてバスローブみたいになってしまいましたと。まあねこれはそうね、そのモデルさんとかが180センチ超えのね場合だと、どうしてもやっぱり身長が近いくないとサイズのイメージがつきにくいかなというふうに思っていて、例えばサイズ不安の払拭をするのであれば、僕とかね結構吹春くんも何度も何度もお願いしてるんですけども、160センチ台の方が着用したらこんな感じですよっていうのが掲載してあったらいいと思うんですが、そのインフルエンサーさんがこう180センチ以上でもしね購入された方が160センチ台もしくは170前半の方だったら、着用のねイメージ感があまりつきにくくなってしまって、で結果的に憧れを抱いて購入したとしてもなんかこう失敗してしまう、なんか違うなっていうところが起きてしまうから、そこら辺はね割と注意が必要なのかなとは思います。なんか180センチ超えだから似合ってるんじゃないかみたいなっていう思考は一旦ちょっと持ってみるっていうのもあれなんじゃないかなというふうに思います。ユニクロの撥水加工がされたトレンチコート、生地が硬くてドレープ感のなさが今っぽくなかったと。まあ確かにね、多分あのブロックテックシリーズのことを言ってると思うんですけども、あれは確かに他にない素材感と、男性って撥水機能とか、あとはポケットいっぱいあるとか、なんかそういった機能面だったりとかに憧れを抱いて、雨の日に通用するのか、ドライブ行った時とかアウトドアのシーンで行きたいなと思って購入しても、なかなかね雨降ってる日に外に出かけなかったり、アウトドアなシーンに出かけることはあまりなかったり、自転車で通勤することはほとんどそもそもなかったりみたいなっていうところで、オーバースペックが故にイメージと違うみたいな、ブランド側はメリットと感じているスペックが実際消費者からしてみればそれが故にあだとなるみたいなっていうね。まあもちろん購入者さんもしっかりとね自分自身そのスペックが必要なのか必要じゃないのかっていうのはしっかりと考えてね購入するべきだというのはもちろんわかると思うんですが、初めのうちはね何度も何度も失敗していくことが必要だと思うので、そういったことがございました。ここで一旦小休憩大丈夫ですか。皆さんちょっと待って、この企画のシビア感がちょっと伺えた。みんな現地だよ、よいしょ。ということで、見てる人の中で例えばちょっとネガティブな意見を持たれた方でいないとは思うんだけど、いやそういった意見を持つ前に自分でしっかり考えて購入すればそもそも失敗しなかったんじゃねっていう意見で、こうせっかく答えてくれた方に対して何か考えた方いらっしゃいます？ごくわずかだと思うんですけど若干いらっしゃると思うんですね。で僕おしゃれになるためには、そして洋服をより知っていくためには、まずは失敗しないといけないなっていうふうに僕は思うんですよね。僕も今でこそ結構綺麗めなスタイリングが好きだし自分に似合うなっていうのが分かっているんですけども、それって結構今日までいろんなものを着てきて、いろんなものをダサいとか、あとは自分自身もなんか違うなってことを経験したからこそ今でこそ失敗することがあんまりなくなってきたわけですよ。昔ね何だったっけな、ジャージにアディダスのキャップを合わせて、でその上にコートとか着て YouTube 撮影してとんち狂った格好でね撮影したことがあったんですけども、結構こうコメ
ントでもなんか現地のなんかとちょっと違うぞみたいな、とかあとは僕自身もなんかこうなんかこれストリートのトレンドあるけどこれなんか俺ちょっと違くねみたいなっていうのいろいろ経験して失敗したからこその自分があるしっていうように、失敗は必ずしもネガティブなことではなくて自分に合ったスタイルを見つけることもそうですし購入方法もそうだしっていうところで、結構ね皆さんもこの動画をどのモチベで見ればいいんだと考えていらっしゃった方もいらっしゃると思うんですが、割とそのポジティブにプラスに捉えて見ていただけたらと思います。そして次、ダイヤピア39、身幅がある服なので思っていたよりサイズが大きくて泣きましたと。これねブランドの個性だったりとか良さとかにもつながってくるところではあると思うんですが、僕もやっぱりそれは思いましたね。もちろん他の服にはない身幅の大きさが着ていて楽しさだったりとかも、そして新鮮さを覚えるところだったりとか差別化にもつながりますし、いいとは思うんですが、とはいえ着こなすのはまあ難しかったりとかするので、割とそのダイワピアンは結構ねケイちゃんとかもあとは水上さんとか俺とかもね購入してるんだけど、なかなかそういった難しさも同時にあるっていうところがあるあるとして取り上げることが多いかなとは思いますね。次、クティールのスウェットを ZOZO タウンで購入、サイズが予想以上に大きくて着こなせませんでしたと。だからこれ結構多いね、なんかその思った以上にオーバーサイズでしたみたいなっていうところは失敗につながってしまうリスクなのかもしれないので、オーバーサイズなものでも合わせられるパンツとかインナーとか靴とかが揃えられればいいんですけども、なかなかそのスタイリングのあれこれがまだ培ってない、もしくはそもそもそういったオーバーサイズすぎるものが好きじゃない場合っていうのは程よく気をつけた方がいいのかなというふうに思います。僕もねなんやかんやオーバーサイズすぎてうーんと思ったやつで言うと、なんだろうね、展示会でつけたアイテムとかは割とそのオーバーサイズすぎてあんまり着てないかな。次、ニードルスのトラックパンツを履いている海外の方に一目惚れしてニードルスかっこ総柄を購入、オンラインで買ったもののまず色が似合わず、でも諦めたくないのでいろいろなコーディネートを試すが、そもそも海外の方のようにかっこいい合わせができるアイテムがなく、一度も履かずに次の人の元へ旅立ちました。自分の身の丈に合った服を購入します、すみませんということで、すみませんはね全然必要はないんですけども、教えてくださってありがとうございます。その海外の方を参考にすることのリスクっていうのはやっぱあるよね。もうかっけーもん、もう180センチ超えて足スラーっと長くて、でその海外の方の後ろにはねもうロンドンかスペインか分かんない、イタリアなのか分かんないですけど、もうねめちゃくちゃかっこいい背景で、で一流のカメラマンでね、もしくは歩いてるところで捉えたら何でもかっこよく見えるもんね正直。で日本人の容姿だったりとか、あとはクローゼットだったりとか、あとは身長とかね体のバランスとかでそれが再現可能なのか、日本の住宅街電線がいっぱいあるところでそれが実現可能なのかって言ったら結構それが難しいところがあるから、まあまあまあ、でこれがそうさっきの失敗することでわかるプラスの前進だと僕は感じているので、ナイス前進だというふうに僕は思っています。俺もなんかベロアの紫のニードルスのトラックパンツ買ったけど、1000万円分洋服あげるプレゼント企画であげたっていうところはあるんですけども、なかなかね登場するシーンはどうしても少なくなってしまうのはあるよね。ベージーブルーのコートニットなどなど、やっぱりリドム一択と。ありがとうございます、すいません。そうだね、何かあったんですかねベージーブルーのアイテムが。次、古着の大きいファーコート、理由はなかったんですけども、古着もね結構僕も何度か購入してなんかちょっと最終的に長続きして着ないことが多いので、ちょっとね今はもう古着は買わなくなったんですけども、よっぽどヴィンテージのアイテムとかときめいたものとか買うんだけど、個人的な意見なんだけど、古着屋さんで出会った一着ってもう他に買いがないし、もう運命的な出会いを感じて今買わないとなくなっちゃう、オンラインで買えない、その場で持って帰らないといけない感があって、あとはお店の佇まいも店員さんがガツガツ積極的に接客してくるわけじゃなくて、結構割とカジュアルな店内が多いじゃないですか。リサイクルショップ感の店内もあればアットホームなお店もあれば買いやすいんですよね、し金額も安いことが多いから買うんだけど、購入までのハードルがすごく低かったかゆえに僕はね高揚感があまりなかったり、どうしてもその自分が作ってきたシワだったりとか着用感じゃないからこそ、そこがよく感じる方ももちろんいっぱいいると思うんだけど、僕はそこに対してときめかないタイプだなっていうのが分かったからこそ、今でこそ古着はあまり買わなくなったんですよ。っていうように皆さんの中でもそういったところが自分のフィルターに通していただいて合う合わないっていうのを考えていただけたらなというふうに思います。バブアーのオイルプルオーバージャケット、最小サイズの36ですが身幅が広すぎて体型が合わずというところでね、結構ね着丈もそもそも長いし中に寝込むことが結構割と前提にされてて、 T シャツの上とかはねあまり前提とされてない、結構厚手のニットとか究極スーツの上からも着ていけるようなデザインをしているので、なんかそこがまた結構難しさというか限定的なアイテムなので、そこがねなかなか難しいと捉える方も多いですよね。ノンネイティブのデニムパンツ、とても高かったけどあまり良さが分からなかったデザインもというところで、パンツってねなかなか難しいところではありますよね。例えばさ、知り合いとかでユニクロで購入するときはパンツをよく買ってるっていう話をするんですよ。知り合いが
がね。でそれなんでかっていうと、パンツだったら高くても安くても分からねえみたいな。だいたいアウターを高くして、パンツだったら誰も見ないし、デザイン性もそこまで強いものを求めてないから、俺はユニクロで安く抑えるよっていう人もいるので、それがすげえ分かるなっていう風に僕も思っていて、パンツもね、なんかよっぽど服好きの方だったらパンツをね何万円もして買うのはすげえ理解できるし、俺も何万円も買ってるんだけど、優先するのはやっぱりアウターとかトップスの方がいいのかなとは思いますね。ルイスのベロパンツを買いましたが、丈が長くて長すぎるのにベルトループとドローコードがなかった。え、どういうこと？あ、360度ぐるりでゴムだったってことかな。それはちょっときついね。なるほどね。確かにそういったサイズ問題、そして腰回りのデザイン問題あるよね。僕もなんか結構ポケットの歩数とか社会の窓とか結構気にするもんね。白いパーカー、何かとマックとか行くとソースがついてしまいますと。確かにね、これは白いパーカーに限らず、白いロンティーとか白い T シャツとか白いニットにも共通して言える話だけどね。干しちゃうのが嫌な方とかはね、白いアイテムとかは避けた方がいいかもしれませんね。次、古着。はいはい、確かにな。ユニクロの細かいダウンジャケット、ウルトラライトダウンとかのこと言ってるのかな。まあ確かにね。次、 GU× アンダーカバー、全然悪くはないけど、結局のところ本当に気に入った服しか着ないから、まあ本当に気に入った服は中にはあったんだろうけど、全体的にはあんまり満足しなかったみたいですね、この方は。丸々のニット、デザインはいいけど生地の耐久性が0点、特に袖とか安っぽさは感じました。まあね、ちょっとこれは難しいよね。ノーティカのパーカーです。サイズがいっぱいで大きめに買ったつもりが結構ジャストめでしたと。ノーティカは僕ちょっと買ったことはないんですけども、ワンチャンサイズはこうジャストめの提案なのかもしれないですね。ユニクロのプラス J のオーバーサイズダッフルコート、最初 M を買ったが大きすぎて S に交換した。確かに結構オーバーサイズの作りではありますね。なので僕の着用感とかはね、参考にしていただけたなって思います。クルニのベロアカシュクールのセットアップ、雰囲気出すぎてどこ着てくんやってなってます、はい、これは良くも悪くもだよね。なんかどこに着ていけばいいんだよって言いながら、そんな特別なセットアップがクローゼットにあるこう特別感みたいなところあるから、僕もね、なんかあんま着ないだろうなと思いながらも購入して、実際にじゃあ何かこう、まあそうか、そうだよね、来ないよね今も。だってさ、あんま結婚式とかもね、年齢にもよるけど開催されにくい時代だし、で何かパーティー、結婚式を除いたパーティーなんてほぼないからね。次、ジャストサイズのカーディガンです。いけると思ったんですけど小さかったですと。だからカーディガンはやっぱり大きめに買った方がいいです。はい、メゾンスペシャルのメッシュニット黒、使い方が難しくすぐに売りましたと。デザイン性が高ければ高いほどそこに対して価値を見出して購入するんだけど、とはいえ現実的ではないアイテムってことに家帰ってから気づく、数週間してから気づくとかもあるからね、そこが難しいですよね。フリークスストアのボアジャケット、毛がめちゃくちゃズボンとかシャツにつく。ボアジャケットでくっつくのはちょっと想像しきれないよね。その店頭で試着したとしても、店頭のやつとかって毛が抜け終わった後だったりとか、みんなが試着しまくった後に自分が試着して毛がもう抜け終わってるから、そこがあまりイメージできなかったりとか、あとネットだとそもそもあまりイメージできないんだけど、それがね、いざ在庫のものとかでご用意いたしますねって言われて着た時にもうすんごいつくみたいなことはね、たまにあるからね。古着買った時はいいなって思うけど、帰ってから着てみると合わせにくくて後悔。そうなんだよね、古着ってね、古着の世界観に飲まれちゃうんだよね。古着の中に置いてあるものって全部が個性的だから、家のクローゼットよりも個性的じゃん。めちゃくちゃ個性的なものの横にちょっとだけ個性的なものがあると、一般的から見たらそのちょっとだけ個性的なやつもすごい個性的なものなのにもかかわらず、すっごい個性的なものの横に置いてあるから、なんかちょっとちょうどいいんじゃないと思って購入するんだけど、家のクローゼットの中で考えたらものすごい個性的な古着だからこそ、そこがね、合わせづらいというか空気感がちょっと違うなっていう風になっちゃう方が多いんじゃないかなとは思います。僕自身も何度か経験してるからこそかなとは思います。〇〇のスラックスでグレーの色味が着回しが難しく、リドムのパンツを買うべきだった。本当にありがとうございますっていうのと、そうですね、ちょっと難しいですよね。ジャストサイズのパーカーとか、サイズ感がやっぱ多いですね。サイズ不安がちょっと払拭できずに購入しちゃったとかね。古着、安かったけどかっこよかったけど汚かった。なんか歌詞に出てきそうだね。なんか安かったけどかっこよかったけど汚かった。〇〇のカーディガン、シルエットは可愛いし買ったけど素材が頼りなかったです。サカイ・ゴルチエ・ナイキのスニーカー、派手すぎて履く場面がないです。47,000円でしたと。まあ47,000円ね。スニーカーって所有欲とかもあるからね、なんかそこが実際に使わなかったとしてもクローゼットに一足あるだけでも高まるみたいな場合はあるけれども、とはいえやっぱり購入したからにはね、やっぱ履いていきたいから、そこがね、実際に履いていけるのかどうかっていうところも、コラボ系のアイテムってね、高まって購入することが多いんだけど、実際にこうふっと冷静になって、それって何の価値観なんだっけ、なんでそれって欲しいんだっけ、それって使うっけ、自分って今どのようなスタイルが好きだっけっていうのはね、冷静に考えた方がいいかもね、コラボスニーカーとかは。
はい、ということでこれまだね3分の1なので、もしこの動画が好評であればまた近々このまだまだ読み上げてない部分とかもあるのでそちらご紹介したいと思います。ということで今回の動画少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。そして何度も言うように失敗は悪いことだと僕は思っていません。自分に合う合わない向き不向きが分かって、その後に実際に成功だったりとか自分のスタイルが形成されていくと思いますので、ぜひですね皆さんも今回の動画を参考に今後の買い物やファッション楽しんでいただけたらなというふうに思います。では次回の動画でお会いしましょう。以上現状の動画でした。ありがとうございました。そして教えてくださった方々は本当にありがとうございました。今後も何卒よろしくお願いいたします。